こんばんはそういうことね1200日ってそうなんだ暑いもう今日暑すぎてこんばんはこんばんはちょっと今日は変な時間に始めちゃって45分くらいまでできたらいいなこんばんこんばんは こんばんはーマジで暑いね暑いよねめっちゃもう暑すぎるこんばんはー。ん日めっちゃ暑かった今日なんと矯正取りましたイエーイそうとってもうなんかちょっとついてるんですきなんていうのちょっと なんかちょっとだけあるんですけどもうほぼなくてもうなんか変な感じする3年間さつけてたものが急になくなったからすごいなんかなんか歯とか磨きやすくなるはずなのにすごい磨きにくい逆になんかめっちゃ取るのは痛かってもなんか痛っ私はそんなに痛くなかったかも痛いって聞いてたけど なんかみんな休み休みやるみたいなんですよ。痛くて。わ,わかんないけど、人による感じじないけど、なんか休みますかってやったけど、いや、大丈夫ですってなって、そう。そうなんです。なんか若干ついてるんですけど、あの、まだ、なんて言うんだろう。あの、となんかはっついてるっていうか、はってるって感じ。そう。おめでとう。ありがとう。<laughs> すっごいえそれでさそ,うそれで芋けんぴ食べれると思ってたんですけどなんかその貼ってる針金がもし硬いの食べすぎたらなんか取れるかもしれないからちょっとやめてくださいって <laughs> マジかって思ってえー、ダメなんだって思ってでもどうせ芋けんぴって太るからまあいいやって思ってそうなんかそれがもし取れたら歯が歪んだら困るからなんかまあ食べて もしそれが胃がんで止まったらまた歯医者さんに行けばいいらしいんですけど歯医者さん行くの予約取るの大変だから気をつけようって思ってそうもうほぼ終わりなんですけどまだ終わってはないっていうねそうあとマウスピースをもらいました夜だけつけるのなんかその夜だけつけてあの歯が動かないようにするみたいなマウスピースをもらいました これすごいなんか面白い初めてマウスピースしてびっくりしたこんばんはボクサーじゃんそうだよねこんな感じこれが私の歯私の歯の型です <laughs> 面白いよねこれなんか歯医者さんでさつけてみてって言われてつけたんですけどなんかその つけたはいいんだけどなんか取れなくて取り方が難しすぎてすごい苦労した私の歯です <laughs> こんばんばはあとなんか矯正始める前に自分の始める前の3年前の歯3年前でもないか、まあ、約3年前のあの歯を歯型を取って「それの模型いりますか?」って言われて「いります」って言ってもらったんですよ そしたらなんかその後ちょっとこそって話したのが聞こえてきて聞こえちゃったんですけどなんか「模型持って帰る人久しぶりですね」とか言って「すいません」ってめっちゃ恥ずかしかったなんか聞こえちゃったんだよそう「久しぶりですよね」みたいなっ言っててえみんな持って帰らないなって思ったそうマジでちょっとこれちょっと待ってね 一瞬ここにちょっと待ってねここに貼ってちょっとシールで歯医者さんの名前を <laughs> 一応 <laughs> こんばんはマジめっちゃガタガタすぎてびっくりしちゃったもうめちゃくちゃガタガタでした <laughs> ちょっと恥ずかしそう恥ずかえなんでみんな肩持って帰れないんだろう逆に私なら絶対もらうんだけどてかもらっちゃっただってさ歯型なんてめったにもらえないじゃないですかじゃんえっとこれこれが上の歯やばくないなんかこうしてみたらめちゃくちゃガタガタだってこれやえばだよこれ。 これやばくないもう、ぼっこって出てる。よくこんな歯で生きてたの。そってそんなこと言ったら昔の、昔の香里ちゃんがかわいそうだからそんなこと言わんとか。で、下の歯も、なんか、この、なんていうのここ、ほら、見て。前歯が出てるの。やばくないあるなったほら。めっちゃ綺麗になった。この、このぼこって出た、やえが、これ。 同じ歯で下に降りてきたのこれがこれがここにほら入ってめっちゃ綺麗 <laughs> でこれだってこれがさ今の型って考えたら超まっすぐじゃないめっちゃまっすぐじゃないですかこの時に比べると。これに比べたらめっちゃまっすぐ。 だってこれだよこれこんなとこにハあったのやばいよねすごいびっくり <laughs> すごいですよねこれ飾ろうこれどうしようかななんかいらなかったら捨ててくださいねって言われたんですけど捨てないって思ったそううん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 歯型公開 <laughs> 歯だけにははは こんばんは。うん。親知らず持って帰るか聞かれたら即いらないか。私親知らずは持って帰ったんだよね。そう。親知らずも、あの、持って帰ったんですけど、でも捨てたんですよ、結局。そう。しばらく取ってたんですけど、いや、もういらないなってなって、そう、捨てちゃいました。もったいなかったかな。 そう、うん、いらんわーって思って捨てちゃった。おやすみみでみおやすみみでみ。そう持ち帰り癖がある。<laughs> うんうんうん。そう、でもこれは取っときたいと思います。だって。やばいよねこれ。よくさ、痛い。なんか刺さった。<laughs> 刺さっちゃっ。 このなんか面白いめっちゃ歯並び悪いカスタネット壊れちゃうこれも捨てるかなこれは取っとくわなんかめっちゃおいしになったほら <laughs> 嬉しい今日なんかだからさその歯医者で会う人会う人にめっちゃ「おめでとうございます」って言われて <laughs> 今日おめでたい日だったみたい。こんばんは、こんばんは。こんばんは。ね <laughs>、誕生日みたいね。<laughs> 誕生日みたいです。なので、矯正迷ってる方がいたらもうぜひおすすめしたいです。はい。<laughs> トラップにしてもすやだよ <laughs> 卒業式的なそうでもまだ通うんですけどねまだ全然行くからそんな寂しいとかはなかったんですけどそう寂しいとかはなかったけどこん,ん,んばんはこん,んばんはん明日毛利さん見ますありがとうありがとう,がとう虚勢の話また聞かせてうんいつでも あと、ガムもらいました。なんか、久しぶりに食べてくださいってことで、ガムのプレゼントもらいました。びっくり。すごいよね。確かに。<laughs> ほうほほほ晴らして。配信してたのも3年前の。そうだよ。2019年だよ。 日曜の公演当たった初めて河合ちゃんの声入るあ嬉しいありがとうございますそうガム解禁です <laughs> 芋けんぴはダメだったけどガムはいいみたいこのマウスピースがでもつけるの嫌だななんか外すの怖くなっちゃってさつけるのは簡単なんですけど外すのが難しいぞ こう忘れないようにしないとつけるの。戻ったら最悪だもんね。強制でさ、その後のやつをちゃんとしないと戻っちゃうんだよ歯が。なんか戻る人もいるらしい。そう。うんうんうん、こんばんはー。外すとき割れたりするから気をつけて。おごっと気をつける。気をつけるよー。毎日配信のま、あ、もうね毎日配信。 してたよ、そん時そうだから歯が抜けた状態で毎日配信してた <laughs> そう戻ったりすることあるんだって矯正そうらしい怖いよねそれでやり直しとかの人もいるらしいよサボっちゃったりしたらそう <laughs> つけたまま外せないやばいやばいやばい気をつけないと。 マウスピースつけたも出かけないに。はい <laughs> 気をつけます。遊びに来てありがとうこんばんは。ねやり直しはきついよね、さすがに。それはやばい。こんばんは。みーちゃんが何回も挫折してた。え、そうなんですか峯岸さんそうなの こんばんはー。こんばんはー。こんばんはー。いやーやばい、もうすぐ初日だ。今日もリハーシーしてきました。めっちゃ汗かきました。あ、クックパッドのカラーマシコだありがとうこんばんは,こんばんはー。マスピース落とし物しないようにね。うんこれでも。 家でしかつけないから持って出ないから大丈夫だと思う1200人決めたありがとうございますありがとうこんばんはこんばんは確かに初日をすっきりとした状態だもんねもう今日が待ち遠しかったやっと取れたうん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 もうお菓子は完璧かなうん 完璧だと思われるでも分かんない緊張で飛んだらやばいけどその飛ばなければ大事で完璧だと思う飛ばなければ <laughs> ドラあき頑張りまゆきんさんにはね入ってないですね今日はそう今日は初日のメンバーしかいなくてそう 怖さんうううに扱うやで、うん、かおりちゃん生誕ンティー着てっていいですかもちろんありがとうございます。嬉しいよ。わんうん。シーズ様がよかった。こんばんは。こんばんは。待ってた。ありがとう。かおりちゃん、最近 MV なのか。そうなんですよ。<laughs> A, K B うん。AKB48。 カカー、ネカカカマウスピースのケースシナモンのにしますかって聞かれて答ええシナモンのあるんですかいいなうちのとこなかったよあのあの普通の色しかなかったそうなんか水色と白とピンクとなんかクリームソーダ色みたいなのがあってめっちゃ迷ってでチーム B だし水色にしようかなって思って水色に選んでたんですよ でもいやでもピンクも可愛かったかなとか思って結局ピンクにしました白白は白も良かったんですけど白ってなんか汚れ目立っちゃいそうだなって思ってそうこっちにした1200日おめでとうありがとうありがとうございますパパパパ, <laughs> パパパパパーンパパパパーンこれ違うかこれ結婚式か ちゃかちゃちゃん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 初ョのメンバーとは仲良くなれたえでも初最初のレッスンよりあの何て言うんだろう今日とかはその最初のレッスンの時より打ち解けました気がするえタワーありがとうございます嬉しいかずみちさんタワーありがとうございます

1200日タワーありがとう。すすめ果てしない道を。かずみちさん、1200日のタワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。嬉しい。こんばんは。めっちゃきりがいいね、1200ありがとう。 前へ夢だけを信じ強く腕を振り歩けチームホーのイメージ強いですか本当ですかえ本当ですか,え本当ですか嬉しいありがとうございますクリームアンピさんありがとうございますタワー嬉しいありがとう 嬉してきたクリーンワンピーさんパワーありがとうございます嬉しいです。 ありがとうありがとうございますおめでとう、ありがとう <laughs> 嬉しいありがとうございますすごいびっくりした1200日とかでさこんな記念日になるなんては知らなかった 1200日目です。<laughs> 1200日みなさんの前に顔出してるってさ、ちょっと飽きられそう。<laughs> この人また出てきたって思いそう。ク <laughs> リームソーダが飲みたいよ。だって飲みなよ。飲んじゃい飲んじゃえ。100日ごとに毎回記念みんなる。そっか。そういうことか。確かに。なんか変な感じする。歯が。 なんかつるつるめっちゃ飽きないあよかったありがとう嬉しいこまごまありがたすぎるありがたすぎるよめちゃくちゃね歯が気持ち悪い逆になんかさもう鏡見ながら歯磨かなくていいのかって思ったえっ皆さんも歯磨く時鏡見ますかどうどうどう 私は矯正始めてから鏡見ながら歯磨きしてたんですけどでも今思えば矯正する前って鏡見てなかったんですよあ見るえ見るんだ偉いあ見る方と見ない方いるあそうなんだ見る方もいる私はもうそのめっちゃ丁寧にやんなきゃいけないんで手鏡持ってやりますねあのの普通の あの鏡じゃなくて手鏡でこうやってやるいつもこんばんは見る見ないはいどっちもいらっしゃった気が向いたら見るあなるほどうそうだよ歯磨き粉飛び散るよだからその鏡はそんなにもうなんかそのあんまり家用の鏡みたいなのであの使ってやってた <laughs> なんかめっちゃツルツルする。 茎開けはちょっと茎開けてもさ針金が見えないんだよほらあーきれい <laughs> 歯磨きどれぐらい時間かけてるのえっとえっとね最初はもう30分かかってたんですよ正直慣れてないからでも今はそんなに10分とか5分で終わるようになってきたから割と早くなってたけどそう 早くなってたけど、そう、強制してると歯ブラシも違う。強制用の歯ブラシがあって、それ買ってましたね、いつも。<laughs> うんうんうん、先ほど G が出没。あ、ご気分ご気分ですかそっか、もうこのムシムシしてきたらご気分出てきちゃう。デリーが、<laughs> 長すぎたかな。なんかさ、歯磨くでしょって。 磨いて次になんか糸,糸で一本一本通していかなきゃいけなくてでも通すためにはなんか普通にやったら通らないんですよ針金があるからだからあのなんか糸通しみたいなやつにこうやって入れてやってみてめっちゃ大変だったな。やったらそしたら次はなんか細いブラシでブイってやってでそのな あとはなんかこのまた細いブラシで裏だけ磨いたりとかもめっちゃ大変だったもんほんとにめっちゃ時間かかってたそう糸もやんなきゃいけなかった「たーての糸はフロス」<laughs>「横の糸もフロス」<laughs>「織りなす糸は」 いつか誰かの虫歯予防をするかもしれない意味わかんな <laughs> <laughs> いちご味の歯磨き粉ええー、すごいそんなのあるんだいいねか <laughs> えいうたあの糸知ってるよ 有名だよね言っったて言うだいい味付き歯磨き粉使ったことないかも普通のあのー、歯磨きミントみたいなのが好きにしかもさここのさ奥にあった銀色のさ銀歯に見える装置も取れたから銀歯みたいなのなくなった <laughs> ほらここあったがここ,こ,こ もう今日れしくてさもうさもうトイレとか鏡あるじゃないですかもう手洗うたびに一瞬マスク外して口開いて「おっきれってって一人でそう「こんばんはこんばんは誰かに見られたら恥ずかしいけど誰もいないからクセっ,って言ってたニヤニヤ嬉しいです本当に今日は記念日 待ってあくれーったもう今日今日疲れちゃった <laughs> 今日いろいろあって疲れちゃったこんばんはこんばんはえっチョコレート足があるんだそうなんだそうなんだねドライけの中側として思いっきり口開けようカ <laughs> ってめっちゃあの口開ける <laughs> 嘘です うん、嬉しいですねほんとによかった無事終わってよかったまだ終わってはないけど終わってよかったね見てほしいですね口元止めますかえそんなんあるのうん,うん、うん、そんなもあるんだねあ四十分ありがとうではランキングをしていこうかと思います すいません。えっと、なんだっけ。今日さ、755のコメント返しなかった。お許しください。ごめんの。明日は、明日は返せるかな。と思います。ごめんね。<laughs> 申し訳ない、シング。では、ランキングをしていきたいと思います。すいません、短くて。えっとね。 僕体が終わったら落ち着くかな。うん、きっと。短くてごめんね。明日も短くなっちゃうかな。えー、っと！では、行きたいと思います。行きたいと思います。第13位はダライアさんです。ありがとうございます。12位は福田の相変わらずシルエルさんです。ありがとうございます。 11位は、オクタゴンさんです。ありがとうございます。10位は、花ちゃんさんです。ありがとうございます。9位は、ジェイさんです。ありがとうございます。8位は、ユーマさんです。ありがとうございます。7位は、ラッちゃんさんです。ありがとうございます。6位は、村山さんです。ありがとうございます。5位は、トラサポさんです。ありがとうございます。4位は、

嬉しいです次はギフトをくださった方のお名前をよんでいきたいとおもいますえっとえっとえっとクロロイコールシルフルさんトラサポさんゆうまさんコマネコマニアのじいさんオノピーさん日高浩二さんみけねかあたまきえたんぱさん白崎さんカズミッチさんかずみっちさんふみおさんかんさん えとコミさん、スギアン12.5さん、ノンタートマーク、稲垣かりご六く、ついたちゅさん、中川くんさん、伊藤さんさん、マッシュルームちさん、ひらかこうじさん、ふみおさん、マーボーさん、新んおやじさん、ともさん、パーポリンさん、コマネコマニアのじいさん、ミューボディさん、大地さん、ひろ一ちろさん、マーボーさん、ふみおさん、ぽんた428さん、とっとさん、 アディラちゃんさん、新規おやじさん、かずみっちさん、キッチンさん、ジェイさん、マスダくんさん、オクタごんさん、ともさん、パーもリンさん、はなちゃんさん、だいさん、とらさぼさん、まいすきーさん、ゆうまさん、そらさん、こっぽんさん、ふみおさん、こいこいさん、やのたけしおともかおりちゃん、ほんとかわいいなさん、スーパーなぞみご号さん、かずみっちさん、あらひとさん、新規おやじさん、みッとちゃんさん。 クリームアンピーさん、サヤリンマルさん、キムリーさん、としのりさん、村山さん、つばさわなんちゃらさん、マイスキーさん、トラッキーさん、タカさん、ザキヤマさん、サヤリンマルさん、アツシアットマーク、ズンカし初日を楽しみにあと一日頑張るよさん、コマネコマネアのじいさん、ひろゆきさん、新規おやじさん、あずまんさん、だらいがさん、うらかんさん、662BPM さんです。一人ありがとうございます。 よいしょきっと嬉しいですありがとうございますありがとうありがとうございますということで今日も私のことを応援してくださったりメール読んでくださったりショールーム見てくださったりコメントくださったりいろいろとありがとうございました感謝です明日も見てくださったら嬉しいですよろしくお願いします ではですねうんと明日のラッキーなんか占いしたいと思いますえっとそれはえっとうんとラッキーアイテムはうんと「いれ歯。<laughs> 入れ歯です「入れ歯って10回唱えるとラッキーになるのか使うかするとラッキーになるのでぜひ試してみてください そしてー、なんだっけー。こんばん、こんばんはー。そっちでーす。<laughs> ぜひ試してみてください。ははは。うん、マスピースじゃない、言えば <laughs>。いつも元気だね、ありがとう。では、ちょっと今日はお短めだったんですけど、本当にありがとうございました。 いいでお風呂に行って寝たいと思います皆さんはもう寝ますかお風呂とか本当に行きたくないですねもう今日は寝すぐ今すぐにもう5秒ぐらいで寝れそうな気がするだけどさそれさ無理じゃないですかだって歯医者さんにも行ったし今日は何よりめっちゃ汗かいたし絶対行かないといけないんですけどさめっちゃさめんどくさいよね眠い時って行きたくなくない、ね 眠いい行きたくないよねああるあるでも行っちゃえば楽なんだよね。<laughs> 応援してありがとう。それでは皆さんおやすみなさい。今日もお疲れ様でした。このあとやることがある方とか、夜勤とかある方は頑張ってください。応援しています。それではありがとうございました。5秒で切っていきたいと思います。いきまーす。せーの。5 4 ババイバーイありがとうございました。バイバーイ。では、失礼します。バイバーイ。押します。ありがとうございました。